マイトトキシンは海産毒素の一種。タンパク質やペプチドなどの高分子を除き、構造式が判明している最大の天然有機化合物。組成式は C164H256O68S2Na2、分子量は3422。海産毒素として最も毒性が強いと考えられている。他に分子量が大きく、毒性が強い毒素としてパルトキシンがある。大阪大学大学院理学研究科の村田道夫らが1996年に構造を決定した。ポリエーテル及び2つの硫酸元を有する。化合物名は物質発見の元となったさざなみはぎの捕獲されたタヒチでの現地名、マイトに由来する。毒性の作用基準は細胞膜に位置する。カルシウムチャネルの透過を促進し、細胞内のカルシウムの濃度を引き上げることによると考えられている。このため、筋肉の異常収縮を起こす。マウスに対する急性毒性は、腹腔内投与の場合、0.05 マイクログラム、キログラムで、フグ毒として有名なテトロドトキシンの約200倍の強さ。マイトトキシンの発見は、サンゴ礁に生息する魚の食中毒であるシガテラの研究に由来する。まず1967年にシガテラの一員となるシガトキシンが毒ウツボから単離され、1989年に構造が決定された。その間、シガテラの原因となる他の化学物質がさざなみはぎから検出された。これがマイトトキシンである。マイトトキシンは、さざなみはぎが合成しているのではなく、食物として取り入れた有毒ウズベンモウモのガンビアーディスカストックスカスによることも分かった。シガトキシンもこのウズベンモウモが合成していると考えられている。マイトトキシンの構造。左下から A 環、B 環、Y 環、Z 環、A 環、B 環、E 環、F 環と合計32の環がある。天然毒素の中でも最も複雑な構造かつ分子量が大きいこともあり、有機化学者たちによる全合成が試みられている。特にキリアコス・コスタニコラウはマイトトキシン合成をライフワークとしており、部分構造の合成を成功させてきたが、2012年をもってアメリカ国立衛生研究所から予算を打ち切られたため進展が滞っている。ありがとうございます。